今日はかち上げ。ただ前回し早い竜電、左四つ外四つになっています。回し取れば栃ノ心も力出ますが、一枚回しは切れない。前回しに変えた竜電、右頭をつけて上手を遠くする。一枚側で投げに行く、切れた。竜電うまい、横につく、切り返しながら小手投げにすくい投げ、竜電の勝ちです。竜電7勝目。ただいまの決まり手はすくい投げ、すくい投げで竜電の勝ち。栃ノ心の右のかち上げにも落ちずにこの前回し。ここで勝負審判の交代であります。ここからは鏡山さん、はい、手順を踏むといいますか。そうですね、竜電の攻め、はい、まあ、リズメですね。まあ、栃ノ心がちょっと強引というか、もう雑というか、もうちょっと何かこうやってみないと、回しつかみっぱなしでね。回しを引けばもちろん力は出るんですが、左右ともにこう回しが伸びかけていたんですね。それで右の上手から振っていったんですが、はい、このあと左の膝も使って竜電のこの足の下半身の攻め、